ご了承ありがとうございます。あれ、はるか。あ、たくん、お疲れ。あれ、なんかあった？ん、なんでもない。そっか、いつもの元気ないからはるか運休してんのかなと思って。通常運転だよ。そっか。そういえばさ、桜見た？見てない。帰り道の河津桜が咲いたみたいだから、仕事終わったら一緒に見に行こうよ。あ、うん。はるかの心の復旧作業を行います。何それ。じゃあまた後で。バイバイ。ちょっと駅員さん、どうされましたか？これ払い戻してくれ。これは金券ショップで買われましたか？そうだよ、駅なんて高くて買ってられねえよ。こちら新幹線回数券は6枚すべて揃っていないと払い戻しができません。え、こっちは金払って買ってんだぞ、払い戻せよ。お客様、こちらの払い戻しは駅では対応できませんので、金券ショップへお問い合わせください。お前らの商品だろ、責任持てよ。駅で買われた商品でしたらこちらで対応しますが、金券ショップのものですとこちらでは受けたまわれません。融通の利かねえ奴らだな、駅長呼べ。お客様、金券ショップは安い代わりに様々なリスクがあります。何を買うにも正規品が一番ですよ。畜生が。おはようございます。4時28分起床しました。お願いします。おはようございます。すいません、金さん、どうされました？次の名古屋行きはどれですか？次ですと、え、金さん、大丈夫ですか？え、どうしたんですか？あー、すみません、コンタクトをつけ忘れていまして、時刻表にモザイクがかかっていました。あー、そうなんですね。時刻表で確認しますね。駅員さん、これ使ってください。え、あー、ごめんなさい。あ、名古屋行きですと、あと1分で発車しちゃいます。行ってきます。お気をつけて。そこの駅員さん、この駅名教えて。お任せください。はい。いや、簡単すぎやしません？こんなの通るに決まっ、東雲です。東雲、味地にも程があるぜ。これはどうですか？おい小僧、あまり駅員を舐めるんじゃないぞ。中海、ただの海です。ただの海？どこの力士だよ。最後にこれは。おいおい、おちょくるのもいい加減にしたまえよ。剣以外に何がある？あがたです。あがた。受験票と切符と、あ、弁当、母さんが作ってくれたのに忘れちゃったよ。うわー、迷うなー。幕の内か海苔弁か。焼肉は食いすぎだよなー。え、やっべー、もうすぐ発車しちゃう。ご了承ありがとうございます。お兄ちゃん、手伝うよ。あ、ありがとうございます。うっしゃ、重いなー。教材が入っててごめんなさい。とんでもないよ。じゃあ階段駆け上がるぞ。はい、ホームさん、あと一人行きます。駅員さん、おかげで助かりました。受験頑張ってな。あ、これ豊橋の駅弁だけど、よかったら。ありがとうございます。ちょうど弁当なくて困ってたんです。しっかり食えよ。ちょっと駅員さん、お金払んなさいよ。あ、ごめんおばちゃん、後で払う。はい、まもなくドア閉まります。あれ、瑞穂、久しぶり。え、5、6年ぶりだよね。成人式から会ってないもん。もうそんな経つんだね。久々に遊び来たの？いや、ちょっとね。本当は俺に会いに来たとか？それはない。確か東京で音楽やってんだよね。会長に運転してる？諦めたの。あ、そうなんだ。私、何がやりたいのか分かんなくなって。そっか。あ、明日空いてる？え、うん、じゃあさ、駅来てよ。瑞穂の快適な新しい旅のプランでも一緒に考えよう。お願いします。こちらで拝見しますね。もう何ですか？これから深海水族館に行くので早くしてください。お客様、今東京からお越しですよね？そうですけど。ですと、ここ沼津駅までスイカを使ってのご乗車はできないんですよ。はい、なんでですか？お客様の乗車した東京はスイカエリアになっておりまして、ここ沼津駅はトイカエリアになっております。現在エリアをまたいでの IC カードの利用はできないんですよね。え、要するに姫こんにゃく王がカニの甲羅に卵を産みつけるみたいなことですか？あ、知らないですけど、本来 IC カードは都心などで短距離の移動を便利にするために作られたものですので、長距離の移動にはまだまだ課題が多いんですよね。おー、じゃあどうしたらいいんですか？エリアをまたぐ場合は切符の購入をお願いします。意外と不便ですね。
まあ姫こんにゃく王に免じて許しますよ。何それ。すいません駅員さん。はい、どうされました。さっきモバイルスイカデビューを果たしたスマートジローです。あ、おめでとうございます。そこでスマジロー思ったんですけど、はい、スマホに登録したこのスイカ使えるんですか。カードの方はプラゴミになりますね。プラゴミですか。このカードとはおさらばなんですか。ただカードを緑の窓口までお持ちいただくとデポジット代の500円をお戻ししますので、すぐには捨てないでくださいね。スマジロー了解です。でもこのスイカはサッシーのサイン入ってるんで絶対に渡しませんからね。お大事にしてください。すいません。いらっしゃいませ。往復でユニバまで行きたいんですけど。かしこまりました。お一人様自由席でよろしいですか。お願いします。お待たせしました。こちらは切符の確認をお願いします。おお、どうされました。学割証出すの忘れてました。あー、作りますね。こいつ先に出せよ。また一から作り直しじゃねえかよ。めんどくせえな。卒業旅行か知らねえけどこいつ調子乗りやがっ。駅員さん。おお、すぐ作りますね。お客様、こちらで拝見しますね。お客様。ん？お客様、どうかされましたか？ちょっと拝見しますね。なるほど、認知症の方だったのか。おじいちゃん、今からご家族の方に来てもらいますのでちょっと待っててくださいね。あれ、清彦か？違いますよ、息子さんですか？清彦は俺だ。あ、清彦さん、はじめまして、たくあんと申します。あんたが清彦だろ？いや、おじいちゃんが清彦さんなんですよね。違う、息子の名前が清彦だ。あ、息子さんだったんですね。俺が清彦だ。あ、すいません駅員さん、父がお世話になりました。いえいえ、それでは清彦さん、お気をつけて。え、なんで僕の名前を？そこの駅員さん、この駅名教えて。また来たの？はい、こんなの小学生でも読めるわ。カネテ。カネンテです。カネンテ。うわ、どこから来た？これは、え、こんな駅あんの？よしりよしり、キリキリです。キリキリ？初めて言ったわ。最後に、これは、ちょっとちょっと、さすがにそんなにバカじゃないぞ。七日町。七日町です。なんの？ちょっと駅員さん。はい、どうされました？久しぶりに出かけようと思ったら使えなかったんだけど、見てくれる？かしこまりました。電車乗るなんて久々だからな。お客様、このカードは2012年から使われてないですよね。ああ、そんな経つのか。それがなんか問題でも？10年以上使われていない IC カードは使えなくなっちゃうんですよね。そうなのか。ちと眠らせすぎちまったが。もし使われるようでしたら、このまま中身を新しいカードに移し替えて使っていただきます。いや、いいよ。今日使っても次使うのは10年20年先かもしれないからな。では払い戻しておきますね。ちなみに10年ぶりにどこへ？娘のとこだよ。あ、行ってらっしゃいませ。